日本に存在する特級呪霊、日本三大怨霊の一人、崇徳天皇は1119年、鳥羽天皇と藤原の玉子との間に生まれた子だったが、玉子は白川法皇の愛人だったと言われてたんですね。そのため崇徳天皇は不義の子なのではないかという噂が広がっていたと、うん、白川法皇は策略によってまだ幼かった崇徳天皇を即位させたんですけども、数年後白川法皇が亡くなると状況は一変します、うん、まだ若かった崇徳天皇は政の道具として利用され、うん、天皇の座を奪われたわけです、うん、そして後白河天皇によって流罪を言い渡されてしまうわけですね、うん、崇徳上皇は激怒し、舌を噛み切ったその地で国を呪うと書き残し、この世を去ったわけです、その後後白河天皇やその側近たちが相次いで急逝し、動乱が立て続けに起こり、情勢は悪化の一途をたどったと。このことから日本三大怨霊として後世まで語り継がれていると言われております。次回は日本に実在した呪術師を紹介。チャンネル登録してお待ちください。ロングも見てねー。